なるべく左はもうそう、なんとなくこういう「ドミドレ」みたいなこのぐらいの、ちょっとこういう斜めになったような形、こういう状態に自然に指を持ってきておくと、ちょっとこんな感じをの状態、形を作っておくと、あまり動かさなくても、やっぱり毎回こうグッと曲がってたりすると、一回グッとこう出してこなきゃ、出したり引っ込めたりしなきゃいけないんで、常に楽な状態でなんとなく内側に、全部指板の内側に入ってて、なんとなくこう真ん中ぐらいにあると、ちょこっと下曲げ伸ばして、